はい、どうもかげです。ドラフト社卒のみでペナントを制す、久々にやっていきたいと思います。まあ、久々というか、投稿は別に関係ないか。見てるみんなは関係ないけど、俺は久々にやってます。まあまあ久々かな。1週間、2週間ぐらいやってなかったんで、2週間は言い過ぎか。まあ1週間ちょいぐらいやってなかったんでね。どんな感じですか、今。2位か。今年マジでいけるな。草野がちょっと悪いのか。今年はいけそうだな。中継ぎダメですね。うち中継ぎは豊富だからね。藤江とか行こうか。抑えが調子悪い。で、やっぱアンダースローの抑えってやっぱロマンあるからね。そのまま抑えをやってもらいましょうか。リード時。いいね。野手はどんな感じなんだろう。誰がいいんだ。松尾くんじゃない。松谷、松尾の1、2番か。葛城。おお、すげえ、浜ちゃんいいな。柏微妙だな。3割打ってるんだかな。ここら辺がね、サード。まあ、サードは、ここら辺が外野をちょっと守ってくれるようになったらね、いいんじゃないか。あと、皆川も打ってるな、外野も打ってるな。どこが足りないんだ、ファーストか。お試しで、お試しファースト。よし、こんな感じで、とりあえずお試しでやってみましょう。4月に、あ、まだ全然、あ、まだ全然開幕じゃん。全然開幕したとこじゃん。いけるとか言ったけど、まだまだわかんないな。まだ1ヶ月もシーズン経ってないからね。いきなり怪我をする、宇津木さん。せっかくスタメンで使ったのに怪我しちゃね。やっぱそういう選手っていうのはね、使いづらいよね。よし、期待してね。こいつをちょっとスタメンで使っていこうって思ったところで怪我をする。さすがに、ね、やっぱそういう選手はね、使っていけないですよ。柏さんスランプだったんだ。ああ、うちの定位置に落ちていく。でもジャイアンツがすごいやばい。ジャイアンツじゃないわ。ドラゴンズか。ドラゴンズがすごいひどいな。そういえば、ヤス抑え、ヤスちょっと中継ぎ、あ、中継ぎできて、上げてんのか。ヤスね、中継ぎができないっていうのがね、まあできるんだけど、適性がね、あんまりないっていうのが、難点でね、使いづらかったんですけども、ちょっと未来、元抑えだからね。元抑えだから、ヤスは。もともとうちのね、守護神をね、若い時からやってくれて、とてもいいピッチャーなんですけども、最近やっぱりちょっと中継ぎの台頭がね、多くなってきたので、ちょっと2軍で控えに甘んじてますが、活躍していることを祈っております。田浦ハセ。田浦中継ぎか。中継ぎがいい。あ、戸塚。戸塚どうした？サイちゃんどうしたの？なぜサイちゃんがそんな打てない？ハセあげるか。ハセをちょっとファーストで使おう。大体 D。グッズとかも買っちゃう？どう？あ、買わなく、あ、買っちゃダメだ。危ね。危ね。コナミの策略にはめられるとこだった。グッズ買わされるとこだった。交流戦優勝したいな。お、2勝1敗。これは優勝ワンチャンあるな。ワンのチャン優勝あるからね。ちょっと狙ってこうか。宇津木、浜田、長尾。浜ちゃん打ってるからね。浜ちゃん今年すごい打ってるからね。浜ちゃんを4番に上げるっていう選択肢もね、ありなのかもしれない。この好調のうちに。好調のうちに4番に上げることによって、そのままその波に勢いに乗る可能性がある。だがしかしが、アニメ2期やるらしいね。関係ないんだけど、だがしかし、それで調子を崩す可能性もあるからね。それによって調子を崩してしまう可能性もある。そこは怖いところですね。そして田浦君、覚醒です。32歳で覚醒か。いいですな。この、いや、中継ぎ、うち、強えな。いや、中継ぎ、強えな。抑えが一番打たれてるわ。安の下がってきたか。ここ、相原行くか。メッセンジャー、相原と、有坂とどうなんだろう。できんのかな。いや、ちょっと怖いな。下城にするか。下城34歳だ。もうおじさんだな。前山とかは35歳か。能力が衰えてきてるらしいです。野手は誰か使う人いた。あ、葛城がちょっと調子悪いんだ。葛城がスランプということは、ここは思い切ってちょっと生駒を使ってみてもいいんじゃないか。あ、生駒の打率ちょっと下がってるな。でもちょっと思い切って2番じゃない、3番セカンドで使おう。結局お金は増えたんでしょうか。見てなかったですね。増えた気がする。増えたと思っといたら増えてるからね。
お金増えたなって思ったら増えてることになってるから、長岡通算200、2塁でおめでとうございます。交流戦はでも結構勝ってるんじゃないか。3位に浮上か。交流戦で一気に3位まで浮上しました。交流戦明け、こっからオールスターまでのこの時期結構大切ですよ。この時期にね、何位で折り返すかし、すごい、2位、3位、4位か。まあ、3位までか。5位までがすごい接戦だな。そして中日がすごい暗黒になってんだけど、何があった中日。中日何があったんだろう。ピッチャーは別にそこまで、あ、藤島だ。3割並ぶ5厘打ってんだけど、ピッチャーはそこまでね、お、菊池雄星もいるしね。中継ぎちょっと少なくないですか。中継ぎちょっと少なくない、悪くはないと思うんだけどね、ピッチャー陣は。野手か。野手なのか。トロサキとかいるからね。おお、なんかなぜ使わない、なぜ打ってる選手を使わないのかはよくわからないんですが、すごい負けてます、中日さん。なんでだろう。長尾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 の3連単。長、安心安全の長尾ブランドだから。長尾さん、どれくらい打ってる ?3 割1分。3割18本。これは、これ3番だな。おお、3割3分8厘か。うわぁ、どんぐりーずだな、どんぐりーずだな、ここら辺。皆川、ちょっと長打率ある、長打力があるぐらいか。カツラギのスランプ、カツラギのスランプはまだか。スランプって使った方があれなのかな、解決するのかな、解決じゃないか、解消か、脱出か、スランプ脱出するのかな、使った方が。あ、スランプ脱出した。結構今回すぐスランプ脱出するよね。ヤスー、ヤスが怪我した。ヤス、ヤス頑張ったな。ここでサイちゃん行こう。帰ってきたサイちゃん。生駒さんをちょっと下げるか。これ微妙だな。どっち使う？対左 C。対左 E。対左だけ生駒使おう。え、なんだなんだこんな、あ、だからもう交流戦関係ないから DH いじらなくていいんだ。交流戦はもうないです。ここら辺でアイテム買っとこうか。もう序盤のうちにね、序盤のうちにバンバンアイテムを買って、アイテムを使って、序盤のうちにね、一気に勝ち星を増やしていこう。長尾、長尾、浜田。うん、あともうちょっとぐらいか。もうあんま買えなくなってきたな。ちょっとじゃあ飛ばすか。ちょっと飛ばしながら、ちょっとどんな感じかっていう、買ってるのかな。阪神強くねえかこれ。阪神がこれめちゃくちゃ強いんじゃない。だってもうこの時点で10ゲームついてるからね。7月で2位と。いや、うちも結構負けてるけど、他よそが負けてるのかな。うち結構負けする気するんだけどね。阪神が勝ちまくってる、一人勝ちしてるから。とか西武強っ。そんなこと言うけど西武強っ。西武何があった。あ、去年も西武こんなだったっけ。え、西武やばくね。25ゲームついてんだけど、前半戦で。え、前半戦でマジック点灯してるじゃん、普通に。普通にマジック27とかなってんだけど。え、どういうことどういうことですか、それ。ちょっと見よう。気になってきた。ちょっと1日だけ飛ばしてみよう。あ、負けちゃった。西武どうなってる、西武。うわ、すごいな。すごいな、スライダー。でもなんかそこまでめちゃくちゃいいっていうわけでは、いいけど、まあいいけど、いいな。あ、強いわ。あ、強いけど、そこまでずば抜けてる理由っていうのは何なんだろうね。あ、キャッチャーがいいのかな。うん、でももうめっちゃ、あ、山田哲人だ。ダブル山田、ダブル二遊間山田だ。井端っていたよね。あれ、井端っていなかったっけ。なんか社会人じゃなかったっけ。21歳か。社会人だっけ、井端。違うっけ。俊と、エゴシすごいの。魔術師だって。魔術師って、守備職人の女優官だっけ。おー、森泉いるじゃん。森泉、お前か。森泉、お前の力か。佐々木千鶴、キャッチャーへ。お前か。森泉、お前の力なのか、セーブが強いの。なんでそんな強いんですか、セーブ。え、わけわからん、逆に。そこまで圧倒的だったか。
投手1位 3.1。 あ、圧倒的だな。沈没率 3.1 か。でもそこまでめちゃくちゃ高いってわけじゃないんだけどね。なんでなんでしょう。森住の力かな。森住が FA したことによってキャッチャーが強化されたのか。もともとでもいいキャッチャーいたもんね。あ、でもやっぱりキャッチャー A の効果ってでかいのかな。うちキャッチャー A いてもずっと6位だったんだけど、うち森住いてもずっと6位だったんだけどね。森住いなくなって順位上がってるけどね。むしろ石沢がノリノリだった。石沢もでもおじさんだしね。あ、結構勝ってきた。結構勝ち出してるぞこれは。2位、今年3位いけるか。2位いけるか。クライマックスシーズン行きたい。最低でもクライマックス行きたいな。ジャイアンツに勝とう。ジャイアンツに、ジャイアンツに勝とう。うん、一勝一敗か。一勝一敗なら OK か。ジャイアンツ戦、ジャイアンツ戦一勝一敗なら OK。 ジャイアンツに勝とうぜ。みんなジャイアンツに勝とう。ジャイアンツに打倒ジャイアンツだ。打倒読売ジャイアンツ。読売ジャイアンツだっけ、読売巨人軍だっけ。違う、読売ジャイアンツが正式名称なのか。なんであれ巨人っていうのかな。俺もうそこら辺まで詳しい話は知らないんだけど。 OK、 クラマシーズ決定。次は何位だ。2位争いをしよう。カープ戦、カープ戦、カープ戦ない。これまで飛ばしてみよう。一回どうなのか。2位の可能性あんのか。2位、あ、もうないな。これないな。これ2位の可能性ないわ。あ、ないわ。2連勝して2連敗しないとダメなんでしょ。まあ厳しいな。それは、それは厳しいからもうクラマックスシーズンまで行こう。ああ、危なかった、危なかった。危なかった、危なかった。ギリギリじゃん。おっしゃ、これで初めてのクラマックスシーズン出場。去年6位だっけ確か。確か去年最下位だった気がする。下克上してやろうか。3位から日本一行こう。3位から日本一下克上してやろう、俺は。71勝69敗、勝ち越しだな。成績見ていこうか、軽く。軽く振り返ろう。クラマックス、今日もクラマックスでやりたいからね。今日まで。今日までじゃない。今日に。6位でしょ ?6 位から一気に。すごいね。うちずっと6位だったんだね。6位、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 3位。え、初めて最下位脱出じゃん。え、マジか。え ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。12年連続最下位から一気に 3位か。ああ、これは嬉しいな。何が良かったんだろう。あ、ピッチャー陣か。あ、森住のリード悪かった説出てきたよ。打線はひどい。打線は一番ひどいな。森住のリードが悪かったんじゃないか説が出てきますね。ピッチャーが。こんだけ防御率が良くなってるってことはね。まあ多分中継ぎは頑張ったんだろうけどね。草野さん、なんだかんだ言って 22.32、15勝10敗。いいね。負け運消えるんじゃない、もうそろそろ。勝ち運、勝ち運つけようぜ、勝ち運。飯山 2.75、12勝10敗。飯山とかもベテランでしょ ?30 か。草野何歳 ?35 か。35か。大くし。31。FM あと3年。FM あと3年。FA 権取ってるんだ、草野。やだな。芝野は別にいいけど。芝野もでもなんだかんだ 3.6 か。すごいな。頑張ってるな、みんな。相原もね、途中から。やっぱ中継ぎの頑張りかな。安のはちょっとダメだな。やっぱうち中継ぎだわ。広田が60イニング投げて 1.95 で2ホールドしかしてないって、どんだけ負けてる場面で投げてんだ。負けてる場面で投げてこれってすごいな。勝ち越してやれよ。もっと勝ちつけてやれよ。むしろこんだけ頑張ってんだったら。田浦とかも結構ホールド場面投げてるのか。誰がホールド一番多いの ?21、萩生田。あ、3点台か。そうだな、もったいなかったな。そうやったらもっと広田を使ったらよかった。采配ミスだな、これは。でもリーフ一番投げてるの47イニングってやっぱ抑えられてるね。なかなか抑えてるんじゃない、リリーフの消費を。そして頼れる4番、大怪我から復帰した長尾さん。3割4分3厘10本69打点。で OPS 一番高いのは浜ちゃんか。3割37本86。いいね。パワー S になった。万聖か。そう、こいつ万聖だったんか。すごいな。それはいいです。万聖はいいですね。外野の守備力低いな。外野の守備力上げようか。うん、桂木さん。高杉が、サモリ読むってのは、国本も打ってます。あ、そうか、留学生いたんじゃなかったっけ。誰か確か留学させてたんだよ。浅いエラー多くね。誰だ、俺誰だっけ、留学させたの。ちょっと見よう。全然使ってなかったな、留学させたやつら。誰だっけ。一
富岡違うか。え、富岡？富岡かな？いや、違うでしょ。違うね。3、10年目とかもんね。木田。6年目。木田か？いや、木田じゃない。ん？野手か。エジリ？あ、エジリか。あ、エジリンだ。エジリン、なんかエジリって名前のやつ、エジリンってつけたくなるよね。これあるあるなのかな？あれ、なんなんだろうね。エジリと、エジリと誰だ？金光？金光か？金光か？あ、金光っぽいな。あ、あ、内堀、ミートピーになってる。金光かな？金光な気がする。あ、エジリいいな。ファーストがうちいないわ、マジで。今関とかどう？ファーストやる？ファーストやってみる？やめとこうか。内堀とかファーストやってほしいけどね。内木ファーストできなかったっけ？できないんだ。外野多いな。あー、皆川結局2割2分か。ダイソー要員上げたいな。これ短期決戦やっぱダイソー要員が大切になってくるんじゃないか。皆川ちょっと1年間頑張ったけど、クロマックシリーズはごめん、下がってくれ。クロマックシリーズはじゃあこの陣容で臨みますか。スタメン、センターがいなくなった。センターがいなくなったけど、ここ思い切ってね、内堀とかをちょっと使ってみてもいいんじゃないか。でもセンターの守備力考えると高波か。足は遅いけど。こうか。浜ちゃんが外野ちょっと守備下手くそだからね。ハッセ2番でいいのか。2番高波か。足を考えるとハッセでいいんだよね。ハッセでいいや。2番ファーストハッセにしよう。2番ファーストってなんかかっこいいよね。うわー、大谷いるじゃん。大谷、茂木いるじゃん。なんだそれ。坂倉じゃない。坂倉か。よく板倉と間違えられる坂倉さん。どっち合ってるっけ？坂倉で合ってるよね。いざ尋常にクラマックシリーズ。第1戦。絶対勝ってやる。絶対に負けられない戦いだから。まあ、うちは3位だからね。相手の胸を借りるつもりで戦おう。あ、これ負け運だな。29試合投げて10勝14敗。あ、負け運でもないか。防御率4点台でそんなに勝ったら十分か。いや、うちの3、4番強えな。3、4番だけだけどね、うちの打線でいいところ。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、草野完封か、草野。完封、6安打完封。こんなとこで、エースだ、草野。こういう大事なところをね、任されるエースがいる。やっぱこういうチームってな、短期決戦強いね。うちみたいなチームってやっぱ短期決戦が強いと思う。こういう、もうこの、こういうとこをね、任せれる人がいるからね。そしてなぜ出てこない大谷。大谷はなぜピッチャーやらないんだ。よくわからん。よくわからんか。まあ、ラッキーと思ってこう。ラッキーと思ってこう。エジリ使ってみるか、ファーストで。エジリファースト使ってみるか、思い切って。使ってみよう、エジリ。エジリは多分打ってくれると思う。浅村もいるじゃん、向こう。浅村、大谷、もぎって。2番、浅村。おー、2番、強打者論かな。うちは2番、エジリだから。ミーと B のキャッチャーだからね。果たしてエジリはキャッチャーとして育てるのがいいのか、ファーストに転向させた方がいいのか。ファーストのあれだな、ファーストに転向させないといけないな、いろんな選手。いや、ファースト外野をね、みんないろいろ守れるようにしていただきたい。あとセカンドはね、葛城が FA する可能性あるからね。ここで2番で起用されたエジリ、ルーキー。エジリルーキーって27歳だからね、活躍してくれないとね、困りますわ。うちピッチャーすごくね。ピッチャーすごい。2試合連続完封じゃない。完封、3安打完封。バケモンか。なんだこいつら、バケモンか。バケモンしかいないじゃないか、うちのチーム。つえー、ピッチャーつえー。投手力で勝ったチームなら、これは完璧に。ドラゴンズみたいな感じだな。2000何年だ ?2000 何年かのドラゴンズだな。落ち合いドラゴンズみたいな。この勢いで一気にクライマックスシリーズファイナルステージまで行くか。ファイナルステージ、とりあえず第1戦までやって、ちょうど時間、どうなんだろう、やらない方がいいか。あ、やるか。
やっちゃおうやっちゃおう。時間的にはやってちょうどいいぐらいになるんじゃないか。まあさ、エジリ結局活躍したのか見てないな。ちょ、もう一回使ってみよう。次見たいし、エジリがどうだったか。内堀とかもちょっと使ってみたいんだよね。あ、でも甲子園の外野か。甲子園の外野ならちょっと守備を重視しようかな。全然守備重視されてないけど。まあまあまあ。いや、ここで内堀だ。思い切って。こういうやっぱクライマックスシリーズが短期決戦は思い切ったな。思い切った采配がね、勝利を導く可能性が高くなる。知らんけど。向こうは結構あれだね、金本チルドレンがいっぱいいるね。大山とか北条とか。北条は金本チルドレンなのか。まあそうか、まあ、小野とかもいるしね。結構実在選手がまだまだいますね。阪神はもう十何年経ってるけど、やっぱ若い選手が多いからね。阪神が若い選手多いってね、数年前では考えられなかったよね。おじさんばっかだったのにね。阪神も変わりましたね。打たれた。無理だ。そりゃ初回5点取られたら勝てねえよ。そりゃ無理だわ、うちの打線で。うちピッチャーのチームなんだもん。メッセンジャー、ちょっと分かってくれよ。もう登録名もメッセンジャーに変えるぞ。登録名メッセンジャーに変えるぞ、メッセンジャー相原に。よし、じゃあ、今日はここで終わるか。ここから大逆転して、クライマックスシリーズ、日本シリーズ、いきたいと思います。それでは見てくれた皆さん、ありがとうございました。さよなら。